オレンジアリーナよりお送りしています。フットボールフリークの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説は新藤勝義さんを迎えてお送りいたします。新藤さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りします。ブラジル、はい、これが本日の対戦カードです。試合開始の笛です。画面に向かって左から右へ攻めるのがブラジル。黄色いシャツ、青いパンツ、白いソックス。反対に右から左へ攻めるのがフランス。青いシャツ、白いパンツ、白いソックス。ロマーニオ、これはキーパーを褒めるべきでしょう。キーパーが壁の枚数を指示しています。ジョン、コーナーキックです。ボールが足に嫌われた。ハイボールを競り合う。テュラン、プティ、バンペイラ、前が空いた。アモローソ、ここで折り返す。スローインです。アネルカ、チャンスを伺っている。どう展開していくのか。ロナウジーヨ、アンリ、カシュレスをかけます。ジダン、エメウソン、プティ、アンリ、ファーサイド、ジャンプ、ビエイラ、ジーラ。最終ラインの押し上げが早い。いや、タイミングはギリギリでしたよ。ジャン、カシュー、オフサイドを取りに行った。微妙でしたね。デサイ、ヘッドでつなぐ。シュート、ゴールを割らせません。ヴァンペイ、
守ろうぞ。ゆっくりとパスを回す。これはちょっと危険なプレーでした。ロベルト・カウロス。いいボールが出た。今のはどうでしょうか。ここで笛です。前半終了。後半戦開始の笛です。これはイエローカードを取られました。ゴールを狙える位置でのフリーキックです。センターバックのチームメイトにパスを入れます。大きくそれました。ロマーニ、リザラズ、ビエイラ、パスをつないで様子を伺います。ジョルカエフ、前方へフィード、リバルド、アモローソ、デサイン、ジョルカエフ、細かくつないで、ホクジュニアール、ビエイ、さあどう攻めるのか。ホクジュニアール、素早いパス回し、シュート、キーパーに当たった。よく反応しましたね。横からスローイン、ロナウジーノ、折り返した、アモローソ、キーパー正面、
ジョルカエフ、チャンスを伺っている。リザーブの選手が体を動かしています。テュラン、アンディ、ロナウジーヤ、シュート、キーパー弾いた。アモローソ、シュート、ロマーニオ、ジョルカエフ、ジダン、アモローソ、クロス、キーパーに当たった。決まった、ゴール、セレッソン・ブラジレイラ、待ちに待った先制点が入りました。スロー VTR でご覧ください。ロマーニオ、選手交代がありました。ジョルカエフ、スローイン、キュラン、ジョルカエフ、どう展開していくのか。ポクジュニアール、主審フェオフィッタ、リバル、ヘディング、ちゃんと狙って打ってほしい。デサイン、ジダン、アネル、ボールを持たせています。ザーボ、ロベルト・カウス、走り込んできた。テュラン、ゆっくりとパスを回す。これはゴールキック。カシュー、30歳。アンリ、バンペイド、カンデラ。カシュー、ロナウジーヤ。出た、ゴール前での模様を今一度ご覧ください。ロマーニオ、ここでシュート、プティ、ボールを持たせています。アネルカ、ロナウジーヤ、グラティ、窮地をしのいで勝利をものにしました。さて、シントさん、試合を振り返っていかがですか。実に素晴らしい試合内容だったと思